はるき翔子と申します。本日よろしくお願いいたします。今ご紹介いただいた通り、江戸東京博物館というところで、学芸員をしております。日本美術史を専門にしておりまして、特に江戸時代の絵画のことを調べているという状況でございます。メモの中。ちょっと確認するのを忘れてたんですけど、宣伝してもいいんですか？ すいません。今、山田裕二さんからご案内いただいた通りです。まあ、本日のタイトルは、忍者イメージの系譜、日本美術を彩る異能力者たちというタイトルにしたんですが、まあ、これと非常に似たタイトルの本が5日後に出ると。めちゃくちゃタイトルに似ているんですが、異能力者の日本美術ということで、ちょっと本当は今日持ってきたかったんですけど、ギリギリ間に合わなくてですね、ちょっと銀ギラ銀で、銀箔貼ってあるんですけど、ちょっとド派手な本なんですけども、こちら出版される予定でありまして、まあ、この本も出ることだし、まあ、忍者が直接登場するわけではないんですけども、忍者につながるイメージを考える上で、まあ、キーワードになるだろうものがいろいろ登場する本ということになっております。まあ、ちょっと今日はこの中身にも少し触れるかと、思います。で、まあ、ちょっと本が間に合わなかったから、この照英をですね、このカバーをスクショしようと思って検索したら、ちょうど一昨日ぐらいにヤフーニュースになっていたので、ラッキーという感じですね。やはり、異能力とか、まあ、忍者が大変人気なのは、まあ、皆さんよくご存知だと思うんですけど、やっぱりこういう、特別な超人的な能力を駆使して活躍する物語というのが、まあ漫画、アニメ、ゲームなどで昨今大変人気がありまして、まあそういう意味で、デンファミっていう、まあ多分ゲーム系の会社が記事にしてくれていました。で、まあ本日なんですけども、まあ忍者については皆さんの方がお詳しいと思いますが、まあ私からこの忍者学講座に付け加えられるだろうこととして、まあ、今日はこういう話をしたいと思っております。まあ、奇想天外な忍術を駆使して活躍する、まあ、体格付きの忍者像の創造を、異能力をめぐる創造力から考える。まあ、異能力というのは先ほど申しましたように、本日のサブカルチャーに対して、まあ、異能力者たちが登場して活躍するっていうようなことが指摘される現代の言葉ですね。まあ、忍者も戦後にできた、忍者って呼び方自体は戦後にできたということなので、まだサブカルチャーの中で育まれた言葉だとは思うんですけども、まあその円源となるものが、やはり江戸時代に肥大化したというふうに考えております。信仰の対象となった、まあ古来ですね、信仰の対象となってきた羅漢や仙人たちが、江戸時代の絵画や文学、芸能の中で、まあ、俗化すると。まあ、その様子をちょっとまずご覧いただきたいと思います。まあ、これら聖なるものの要素を備えた、妖術使いの謀反人が江戸時代に誕生します。まあ、皆様の妖術使いのお話は、まあ、こちらの吉野先生ですとか、あとは佐藤先生ですかね、忍者ブームという忍者につながる妖術使いの物語を研究されている方がいらっしゃいますので、まあ、ちょっとその先行研究をお借りして、江戸時代の妖術使いたち。様々なバリエーションが作られるとともに、刺激的かつ劇的な表現が追求されていく。まあ、今日は主に画像を見ていただきたいなと思っております。で、そうした状況が、今日の忍者像の形成にいかなる影響を与えたのか、ということを、見ていきたいと思います。これ12時まででした。はい。すいません。よろしくお願いいたします。お配りしたものは、まあ、今日の、なんとなく、マップのようなものですが、まあ、これが全然見えませんので、なんとなくこの辺のことを今話しますっていう感じで、不適宜ご紹介していきます。まあ、すべてに触れられるということはないと思うんですけども、だいたいこの作品は何年頃にできたんだっていうのはこちらで、ご確認いただければと思います。で、まあ、すみません。
忍者に流れ込む異能力者のイメージということで、まあ、このイメージが今日の忍者像に何かしら入り込んでいるんではないかと私が考えたものをちょっとピックアップして、まあ、このようなマップにしたものです。で、室町時代の、まあ、動尺人物画と言われますけれども、まあ、羅漢仙人ですね、先ほどもお伝えしたように、まあ、この人たちを描いた絵っていうのが、めちゃくちゃいっぱいあるわけですね。特に室町時代の禅宗の文化で取り入れられて、水墨画でたくさん作られたものが、まあ、室町以来、江戸時代でもたくさん作られて、引き継がれていったということです。で、まあ、こうした人たちですね、仏教の羅漢、道教の仙人というのは、いずれも、内に秘められた法理、道理、あるいは性性を示すため、常人とは異なる機械な用法で表される。で、羅漢というのは、仏道の修行者で、釈迦が涅槃に入った後も厳しい修行をしながら、人々を救済する役目を担う。まあ、この羅漢図、羅漢を描いた作品というのが、まあ、古くは平安時代頃からあるんですけれども、例えば近年は、昨年ですかね、東京国立博物館、京都でも行われたと思いますけれども、東福寺展というのがありまして、東福寺が所蔵している、画家密朝という人が、描いた、まあ、こういう羅漢図。500羅漢図ですね。これ全部で50幅で500人の羅漢さんを描く、まあ。そういうものでございます。まあ、だいたい1幅に10人ずつぐらい描いていて、まあ、現状では47幅ということであります。ちょっと欠けがあるんですけれども、なので、おびただしい数の羅漢さんを描いて、まあ、巨大な掛け軸ですので、そういうものをお寺に飾って、まあ、その、仏道修行の人たちが、尊敬する人たち、尊敬する人たちの姿を。で、まあ、日本の禅宗のお坊さんたちからすると、本場のインドの偉いお坊さんたち、ということになりますので、まあ、尊敬する人であると同時に、遠い異国の高僧たちということなので、まあ、憧れの存在でもありました。で、まあ、このようにですね、まあ、羅漢、尊敬されるインドの羅漢たちの日常の様子を描いたものもあれば、なんか今、右側はみんなで、阿弥陀さんの竹軸を見ているところだったり、左側は何かこれから集会が始まりそうなところですね。まあ、こういう日常の様子を書いたものもあれば、まあ、早速ですね、異能力を発揮しているとおぼしきものもあります。左の人はですね、鉢を持ち上げてまして、ちょっと見えづらいですか、ね、電気を落としてもわからないですかね。左の掛け軸の中で、緑色の鉢をこう、ガーって持ち上げてる人がいますけども、まあ、この鉢というのは、このお坊さんたちのシンボルですね。まあ、托鉢僧と言いますけれども、鉢を持っている仙人、羅漢というのは非常に頻繁に登場します。この鉢で何か不思議な力を起こすという、まあそういうシーンを描いたのがたくさんあるんですが、まあ、この人はどうやらこの鉢に降ってくる雪を集めているところだそうです。で、右側は、上空の雲の隙間からドラゴンみたいだと登場していると。で、ちょっと見えづらいですけども、まあ、下にいる羅漢が指を指して、ピューって2本の光が上空に向かって発されているという、そういう状況です。で、ちょっと右下に描かれているのは、まあ、お月の人だと思いますが、まあ、彼はドラゴンが現れたので、怖がって逃げようとしているんですね。まあ、それに対して、まあ、悟りの境地に達している羅漢たちは、まあ、堂々なる感じで、まあ、恐ろしい竜がやってきても、まあ、堂々と対応しているという、まあ、そういう具合でございます。まあ、これ特殊な状況だとか、まあ、特別な力。まあ、なので、竜とコミュニケーション
を取っているといった具合ですかね。まあ、ちょっと厳密にどういう意味かわからないですが、まあ、竜というのは仏教においては、仏教を守護してくれる存在ということで、まあ、絵にはよく描かれますし、お寺の天井に、ね、描かれているということも多いです。まあ、こうした楽観論、今のは室町時代の作例ですけれども、まあ、ずっとずっと絵が引き継がれていくわけです。ありがとうございます。ちょっと見やすくなったかもしれないね。こちらは、丸山応挙吉と、伝えられている、大乗寺ですね。兵庫県霞っていう、すごい遠くにあるんですけど、兵庫県の日本海側のローカル線でしかこう、ずっと日本海を辿っていかないとたどり着けないところにあるんですが、その大乗寺に、保管されている十六羅漢図ですね。この十六面のパネルに16人の羅漢が描かれているんですが、まあ、そのうちの2枚でございます。このようにですね、まあ、まず、容貌が非常に特殊であるというか、まあ、特殊というか、まあ、多くの当時この絵を見ただろう、江戸時代の日本人とはおそらくかけ離れた容姿をしている。鼻がすごく高いですとか、目がとても大きいですとか、あると肌が黒いとか、あとこの衣装の模様というのも非常に日本っぽくない。異国、エスニックというか、まあ、異国を感じさせるものになっている。まあ、エキゾティシズムをかきたてるなんていうふうに言うんですね。異国趣味をかきたてるものになっています。他方で、まあ、左の人は、そういう、まあ、どっちも派手な衣装を着ているんですが、右の人はなんか持ってですね、なんか、あれは、霊視、幽霊の霊、芝刈りの芝。霊視っていうキノコなんですが、まあ、この霊視を食べると不老長寿になれるという、まあ、不思議な力を持ったキノコ。で、下に白い鹿がいますけども、まあ、白い鹿も長寿を与えるというラッキーアイテムであります。あと、白鹿は、白いっていう言葉が百っていうつながりがありますので、白い鹿、白鹿が百の六。ボーナス、報酬ですね。音が通じることから、まあ、富貴の象徴ということで。まあ、ですので、この特別な能力を持っているということに加えて、まあ、何かありがたい、おめでたいという意味が、仙人の絵にはありました。まあ、これによって、禅宗のお坊さんだけではなくて、まあ、武士であろうか、町人であろうか、まあ、広く、多くの人がこういう仙人、羅漢の姿を見るということになってきます。で、これは浮世絵ですね。浮世絵に、羅漢が描かれている。歌川国芳による作品です。まあ、浮世絵っていうのは、今見てきた絵画と違って、印刷、木版印刷によって量産することができます。ですので、まあ、安価な値段で、安い値段で、多くの人も同じイメージを手にすることができました。まあ、つまりそういうことによって、庶民が手にすることが一つね。なので、こういう新鮮、羅漢の姿も、庶民の人が手元で見れるようになってきたと。ただし、ここまで来ると、もう最近のゲームっぽいというか、アニメ漫画っぽいというか、まあ、非常にいかにも庶民にとって、こんなドラゴン、かっこいい、かわいいっていうものにかなり近づいてきている気がします。崇高な、尊敬する人たち、信仰の対象だったものが、ちょっと別のものになってきているような気がいたします。まあ、これが江戸時代、後半、まあ、かなり終わりの頃ですね、1836。まあ、ここでも8がアイテムになっていますね。8から竜を出すっていうのは、これがおなじみの羅漢の特殊能力になっております。で、まあ、あまりにもこの特殊能力が広く一般化していたので、こういう見立て絵っていうのも作られるようになりました。見立てというのはな、まあ、何かになぞらえるといった意味ですけれども、まあ、この鈴木春信という人は、錦絵を
発明した人と言われる人ですね。まあ、錦絵って何かというと、多色刷りの木版印刷のことを言います。錦のように色鮮やかで美しいので、錦絵と呼ばれました。じゃあ、浮世絵とどっちがあるのって話ですが、浮世絵っていうのは、浮世絵っていうのは今のこの世の中です。なので、今のこの世の中を対象に描いた風俗画のことを浮世絵って言うんです。ただ、もともとはもうちょっとこう限定された意味があって、浮世っていうのは、まあ、浮世離れした芝居とか遊戯ですね。まあ、江戸の繁華街、繁華なエリア、ちょっと浮き足立ったエリア、まあそういう浮かれた世の中のことを、もともと江戸より前は、憂いを世と書いて浮世だったんですが、江戸になると反転するんですね。どうせ辛い浮世なら楽しまなきゃ損みたいな、ちょっと享楽的な意味になりまして、みんながしてる浮世っていう言葉ができました。なので、浮世絵は、版画に限らないんですが、肉質の浮世絵もありますよね。で、まあ、浮世絵の歴史が、100年ぐらい経ったところで、色刷りの、いっぱい版木をたくさん用意して、いろんな色を重ねるっていうことが、まあ、発明されるようになります。まあ、これは和紙を、これ何回版を重ねても大丈夫な立派な和紙ができたとか、まあ、見当をつけるっていう言葉がありますけども、版木は何回も重ねても、まあ、色ごとに別の版木があることになりますからね。こう、ちょっとずれると、赤がちょっとずれてるとか、まあ、半ずれしてる印刷物たまにあります。まあ、それを防ぐために、見当というですね、版木に、摺師が指を当てる部分、印をつけるっていうことが開発されたんです。その見当をつけることが可能になったことによって、こういう色刷りの、多色刷りの版印刷というのができる。まあ、なので、このようにして、もう、マルチカラーのプリントが、いよいよ庶民の手元に届くようになっていきます。そういう時に描かれたのが、見立てなんですが、これはまあ、その辺の、まあ、美人画ですから、美人画の題材は、まあ、吉原の遊女か、街中の看板娘たちですよね。まあ、これはおそらく看板娘。まあ、店先に、座っている、女性だと思いますが、その辺の女の子が、羅漢様と同じことをしている。まあ、これが見立てっていうものなんですね。つまり、そのギャップを楽しむっていう文化なわけです。何でしょうね。何がいいかな。制服を着た女子高生に、内閣総理大臣のスピーチをさせるみたいな。いや、ちょっと例え悪いですね。なんか、そういう、こう、静と俗のギャップを楽しむっていう文化が、まあ、江戸時代になると出てくるんですね。聖なるものを俗化させて、その飛躍を楽しむっていうことが始まります。まあ、つまり、これっていうのは、やっぱり仙人とか羅漢とかっていうのを本当にこう真面目に自分の修行で頑張りますみたいね。使っていた時から大きく異なる事態になっているんです。聖なるものをまあ、その聖性を引き剥がして庶民の同じレベルのものに落とすということでありますので、まあ江戸っていうのはやっぱそういう特徴を持っています。まあ聖と俗っていうのが入れ替わるというか、引きずり下ろすというような、そういう楽しみがあるんですね。まあ、これも見立ての一種ですけれども、まあ、こちら右側に描かれているのは、寒山拾得という、まあ、禅宗の水墨画なんかではもう、おびただしい数で描かれたんですね。まあ、風狂な僧という感じで、高僧ですね。まあ、この人たちも仙人というよりかは、まあ、実在した、ちょっと突飛な活動をしていた、俗世にとらわれず、山の中で駆け回る。そしてなぜかいつも笑みを浮かべるという、なんかそういう怪しげな伝説がいろいろあるんですが、まあ、そういう、こう、禅の世界ではすごく尊敬された僧たち。で、大体二人組で、寒山さんと拾得さんで描かれる。
で、一人はこの巻物を持っていて、一人は箒を持っている。まあ、このパターンでも何枚絵が作られています。そして、江戸時代、錦絵の誕生によって、聖なるものが増加すると、左のように、その辺の姉ちゃんに、神崎徳の仕草をさせるわけですね。まあ、これ神崎徳見立てということになります。まあ、ポイントはだから、その、市井の美女、美人っていうのが、現代の服装をしていたり、髪型をしていたり、なんだけども、聖なるもののアイテムを持っていると。まあ、その、現代と過去のミックスであるとか、聖なるものと俗なるもののミックスであるとか、まあ、そういう飛躍をいろいろ込めて、これを作っていました。あとは、こちらは丸山応挙ですね。先ほども、十六羅漢図描いていた人ですけども、まあ、今日大人気絵師でありますけれども、江戸時代の18世紀の終わり頃に、まあ、この江口の金図っていうのがですね、この画題ちょっと流行るんですけれども、まあ、普賢菩薩に見立てられた遊女ということになります。まあ、遊女というのは、まあ、俗の中の俗というふうに見なされていた人たちです。で、最も汚れたものが、最も聖なるものになれるんだ。というような、まあ、そういうこれも反転の力が働いているものです。まあ、これ、謡曲になっている、芸能になっているものを絵画にしたので、まあ、白い象に乗った遊女というのが、普賢菩薩というのは、阿弥陀如来の、まあ、普賢と文殊と左右で支えている人ですけども、普賢菩薩はいつも白い象に乗っているので、まあ、象つながりで見立てているということです。で、普賢菩薩といえば、慈悲の仏様ということで、まあ、遊女に対して慈悲深いという要素を与えているというものでもあります。まあ、このように、既存の知識とか、既存のみんなが知っている前提常識っていうのを活かして、ひねりを加えて、見立てていく。その見立ての中で、聖なるものが、その生成を引き剥がされる、ね。まあ、そういうことが起きているのが、江戸時代の、絵画の、イメージでございます。まあ、その、俗化ということと、もう一つお伝えしたいポイントが、時代が進むにつれて、表現が過剰になっていく。っていうことは、まあ、必ずしも全てに当てはまるわけではないんですけれども、この、異能力者のイメージに関しては、言えるかなと思います。こちらが、まあ、五百羅漢図、室町時代のものを最初にご覧いただきましたけれども、幕末になると、こういう五百羅漢図が出てきます。加納和信、という人が、まあ、10年かけて、作り上げた全100部の五百羅漢図ですね。だから全100部だから、1枚にだいたい羅漢さんを5人書いて、それを100枚作っている。で、最後ですね、完成、96ぐらい完成させてなくなるんですよ。で、残りは奥さんと弟子が100部まで完成させて、どの増上寺に献上したというものです。で、まあ、羅漢図はおそらく一部5人なんですけども、羅漢以外にもいろんなものがごちゃごちゃごちゃって書かれていて、非常に濃密な画面になっております。一つ一つの仕草が大げさだし、細かいところで驚くべきことが起こっているということで、私この作品何回か見たことあるんですけど、見てるとすごい疲れます。もうずー、見どころがずっとあってですね、もう真面目に見てたら疲れちゃうんですが、まあ、例えば、鏡に仏様の顔を映して、ドヤーとしている人。まあ、仏のありがたさを、ここで光で表現してるんですね。あと、右上の方にもですね、また竜が出てきましたけど、竜の首をギュッと掴んでですね、竜に何かを吹き出させていると。よく見ると、宝珠。
玉が竜の口からピューって吹き出しているという様子が確認できます。まあこれを真面目にずっと見てたら大変疲れてしまうんですが、まあこれ結構有名なシーンですね。まあこれは羅漢たちが、まあ動物に生まれ変わってしまった人たちにも仏の教えを説くということで動物に説教しているシーンなんですけども、やっぱり目を引くのは一番手前。お腹をパカッと開けると、そこから仏様。そして猿がそれを拝んでるってですね、恐ろしい場面なんですが、まあ、これ、狩野観音部が発明した、わけではなくて、まあ、当時、というか、ま、少し前から、まあ、古くからですね、ある造形で、まあ、この当時、ちょっと流行って、まあ、そういう、こういう劇的なシーンっていうのが人気を得るようになっていくということですね。まあ、やっぱりドラゴンですとか、まあ、白虎ですとか、まあ、空想上の、あるいはまあ実在するけれども恐ろしい猛獣なんかを手なずけている様子ですとか、あと、羅漢がね、羅漢や仙人が水の上を歩くことができる。まあ、なんとかの術ではなくて、まあ、このように水上を歩いて移動するっていう、その力というのはよく描かれるんですが、まあ、みんなで水上を大移動している様子ですね。いちいち人数が多いし、いちいちごちゃごちゃしていると。これよく見ると、アワビに乗っていたり、イセエビに乗っていたりいたします。でも見えづらいですけど、本当に、イセエビをちゃんと見たんだろうなっていう感じのイセエビが書かれています。検索するといろいろ出てきます。あと、私の本も買っていただければ、出てきます。はい。そして、まあ、今まで見てきたのが楽ですね。で、続いて、仙人ですけれども、まあ、楽観と仙人っていうのは、ちょっと、混同されるところがあります。まあ、江戸の人たちが、どれくらい区別していたのかな、とごちゃ混ぜに考えていたんじゃないのかな、というふうにも思いますけれども、まあ、道教で、理想とされた人たち。人間界を離れて山中に住み、不老不死の法を治め、偏見自在の術を対峙したものとすると、いうことになっております。ちょっとじゃあ、どんな仙人の図があるか、まあ、ダムロ町時代から、見ていきたいと思うんですけども、これは、摂宗ですね。室町時代に、日立の国で、生まれて、関東方面で活動した、画像ということでですね。まあ、お坊さんで絵を描いていた人。やっぱり、みんな龍が好きなんですよね。辰年に関係なくですね、龍はいっぱい描いていたわけですが、まあ、上空に龍がいて、そして、旅道品の手に持つ瓶からちっちゃい龍が飛び出ていて、さらに旅道品は龍の頭に乗っているってですね。この画面の中に3体もの竜が描かれています。そして、旅道品自体はですね、なんかものすごい風にビューンと吹かれてですね、髭がこうピーンと伸びて、まあ服も舞い上がって、お尻のあたりがちょっとポコッとしてますけども、まあ風がすごく衣服をゆらしている、ひるがえっているという様子が描かれています。旅道品は、まあ、いろいろな伝説がある仙人なんですけれども、まあ、特に中国では民衆のために、いろんな奇跡を起こして人々を助けたということで、各地に伝説が残っていまして、三国志の漢に並ぶぐらい人気があるというふうに言われています。まあ、干ばつを救ったなんていう話がありまして、まあ、竜は先ほど言ったように、今日を守護するものであると同時に、やはり雨をもたらすものですので、まあ、竜とそのように交渉をしている、何かコミュニケーションを持っているっていうのは、まあ、自在に雨を降ることができるといったイメージもあったのではないかと思います。まあ、これも、厳密に何を描いているかっていうのはよくわからないんですけれども、まあ、この、上空で対峙している竜と、左手で瓶から今、
生まれ出そうとしている竜っていうのは、まあ、この画面上では別々で描かれてますけども、これは維持同族法なんじゃないかって指摘もありまして、この瓶からちっちゃいのが生まれて、成長して大きくなった様子が上空に描かれているんじゃないか、なんていう指摘もあります。まあ、この竜をね、見事に3つ描き分けて、大変見応えがあるです。まあ、今のが、まあ、室町時代の仙人のイメージですけれども、まあ、そういう、拙宗も江戸時代の画家たちから大変尊敬された人で、まあ、後世に影響を与えたと言われています。他方で、まあ、江戸時代を代表する仙人の絵といえば、この蘇我蕭白の群仙図屏風というものがあります。愛知県立美術館で数年前に展覧会がありましたけれども、私はちょっとこの絵に関して一個論文を書いてまして、その時の展覧会の図録に論文を載せてもらいました。まあ、この仙人の描き方っていうのが、その、大体みんなパターン決まってるんですね。夜道品だったら何を持ってる。鉄拐仙人だったら何を持ってる。でも、この蘇我蕭白という、まあ、京都の画家ですけども、まあ、奇想の画家、奇想の画家ってなんか聞いたことがあるかと思うんですけども、辻信夫さんって方が1970年代に美術手帳のところに、奇想の絵師たちっていうので連載されるんですが、で、それで伊藤若冲とかがすごく人気になるんですけども、辻先生がその奇想っていう概念を発想したのは、着想したのはこの絵、この絵を見たとき。こんなエキセントリックな絵があるんだって言って、そういう研究を始めた。いうものです。まあ、屏風ですので、まあ、このぐらい大きいんですけども、まあ、また、竜が描かれてますね。あの竜に乗っているのは、旅道品とも言われているし、ちょっと違うイメージが混じっているんじゃないかっていう指摘もされています。まあ、この竜の角がすごくボコボコしていたり、額とかもね、なんか表面がすごくボコボコってしていたり、あとこの人の着物も、もう、衛門線って言いますけども、シワの表現が、もう、必要以上に、必要にされていると。あと表情もですね、唇をぐっと噛んでいたり、目を大きく開いていたりということで、まあちょっと、これも見るのが疲れる系の絵ですね。過剰であるというものです。まあ仙人の絵、ということで、まあ、今日は最後の方でちょっと忍者につながる話しようと思ってますけども、まあその上で言い方やっぱり重要なのは、もう皆さんご存知かと思いますけども、ガマ仙人という存在ですね。まあ、最初に五百羅漢図をお見せした明兆が書いている、まあ、だるまとだるまの脇に二人の仙人がいるというそういう絵です。右側にいるのが鉄拐仙人。左側にいるのがガマ仙人。これ見分け方っていうか、最もわかりやすい仙人ですね。鉄拐仙人は何をしているかというと、口から息をなんか吹き出しているんですが、ちょっと見えないですが、いや、いるんです。吹き出している息の先に、めっちゃちっちゃい人が描かれています。つまり、鉄拐仙人は、分身を吹き出すっていう能力を持っています。で、この人、いつも杖をついているんですけど、なぜ杖をついているかというと、分身している間に、自分の体を焼かれちゃうんですね。で、自分の体に戻れなくなってしまって、足の悪い、おじきの体を借りて、読みになると。いうことで、鉄拐仙人はいつも杖をついています。なんかすごくかわいそうな話で、この仙人の伝説集っていっぱい残ってるんですが、弟子にですね、妖怪に帰ってくるから、置いといてね、体、焼かないで。で、言ったんだけど、7日から。弟子が、なんか、お母さんの体調が悪くなって帰らなきゃいけないんで、すいませんって言って、先生の体に焼いちゃう。それで、元に戻れなくなったという、哀れな展開です。そして、左側が、ガマ仙人ですね。まあ、ガマ仙人、ちょっと私は非常に興味があって、今日ちょっとその話したいと思ってるんですが、ガマ仙人は、まあ、カエルのセットで描かれてるんで、もう、間違えようがないですね。カエルとセットで描かれてたら、まあ、ガマ仙人。で、カエルもなんかピューッと息を吹き出してますね。このガマ仙人と鉄拐仙人っていうのは、このセットが非常に有名でして、
まあ、これは南宋から現時代の、顔輝という、まあ、中国の著名な画家が描いたものが日本に伝わってきています。これ、強迫に今あるんですけども、この絵を元にしたと思われる絵をたくさんの画家たちが描いています。明兆もそれ、これを真似しているかと思います。これもね、やっぱりピューって同じ、吹き出してその先に人がいる。で、左は白い三本足のガマがいるっていうセットになってます。で、さっきの節尊もやっぱりガマでっかい感ですね。見えますかね？これ見えるんじゃないかね？結界仙人の生きるのを吹き出した先に、左上にちっちゃい人がいます。で、左側はガマ仙人。ガマ仙人は、なんか肩に乗せてるんじゃなくて、なんか一緒にわーって走り回ってる様子ですが、まあ、ガマが息を吐いているというところですね。で、このように仙人をこう、何人か複数で描くっていうのがあるんですが、群仙図よくさっき見ましたけれども、狩野派の絵師ですね。狩野三節も仙人を並べた絵を描いています。で、そこにもやっぱり、ガマ仙人ですね。もう誰でもわかるっていうのがいいですね。あ、でもちょっとこれは、カエルなのかっていう感じですが、まあこういう白い、ちょっと三本足っぽい、そしてちょっと怪しげなおじさんと戯れているのがいたらもうカエルということになっています。あれ、先ほど見た群仙図屏風ですが、この中にも、ガマ仙人がおります。これも、さっきのセットと一緒で、結界とガマ仙人、どっちも含まれてるんですね。ここにいますね。こんな感じで、これ8人の仙人を描いた屏風ですけども、杖をついた結界と、カエルを背負ったガマ仙人のセットがちゃんと入り込んでます。ただし、まあこれいろいろ突っ込みどころがあるんですが、この絵で一番奇妙なのは、ガマ仙人がなぜか耳かきをされている。なぜか。で、この絵で私、愛知県民の論文が載ったんですけど、その時はちょっと書けなかったんですけど、これね、今ちょっと秀吉を表してるんじゃないかって予想してて、耳かきね、何でしたっけ、耳塚ってあるじゃないですか。耳をカットするっていうのとかけてるじゃないですか。いろいろ理由はあるんですけど、まあちょっとそれは、いずれちょっとまた別の機会に話したい。まあこの、その小白の屏風に関しては、仙人をいろんな別の存在、別のものと、別のものを、中に忍び込ませているという、そういう絵だと私は考えています。まあ、何せよ、耳かきされてるっていうのは、すごく変です。それでですね、どういうことになります。あ、三重県ということですね。月齢。ご存知ですか？ まあ、伊勢の、画僧ですね。で、この人、私、三重のイメージだったんですけど、三重県民が月齢の絵があるんで、なんか、名古屋生まれらしくて、名古屋市博で展覧会やってました。三重でなってほしかったと思うんですが、まあ、伊勢の、画僧月仙という人がいまして、この人ですね、その仙人の絵っていうのが、江戸時代すごい流行るんですね。で、まあ、その、流行りの、まあ、一端はこういうものだと思うんですが、仙人のガイドブックが出るんです。で、ここで月仙が書いたり、仙図さんというので、まあ、これもともと中国の明代に刊行された幽生螺旋全伝という別の、それも仙人のガイドブックなんですが、まあ、それを参考にして月仙が自分でそれぞれの仙人を書き直して、印刷して、出版されていますので、これが非常に流布するんですね。なのでみんな、あ、この仙人書きたいなと思ったら、あ、このポーズで書こう。まあ、参考にできるんです。まあ、こういうもので仙人の絵っていうのが、まあ、もともとたくさんあったんだけど、さらにいっぱい描かれるようになった。ということですね。で、月仙の螺旋図さんは、ちょっとね、数を数えてきた方です。まあ、100はないかも。まあもう、何十人もの仙人が登場するんですが、でもやっぱり江戸時代、
圧倒的な人気を誇るのはこのクマ仙人なんですね。なんでガマ仙人こんな人気なのかっていうのは疑問であります。で、これは左側に出しているのは佐竹初山という、秋田藩ですかね。藩主、お殿様でございます。殿様が趣味で絵を描いていたんですが、佐竹初段といえば、織田の直武っていう藩士に、西洋の絵を学ばせて、蘭画ですね。蘭画を学ばせて、で、織田の直武は平賀源内のもとで蘭画を学んだと言われてますけども、はい、織田の直武はそれで江戸に出て、解体新書の挿絵とかを書くんですね。で、その直武が、初山に西洋の絵を指南してってことで、西洋画っぽい絵を描くのを得意とした人です。なので、ガマ仙人が、体に陰影がついていたりですね、太ももの服のあたりとか、日本のこれまでの絵にはない影の表現があったり、これ目をよく見ると毛細血管まで描かれていると言われてまして、おそらくその解体新書なり、その解剖学の知識を取り込んだりということになります。で、右側は、幕末明治に活躍した、川辺暁斎という人。まあ、この人も最近人気あるんですけども、まあ、やっぱり、あの、仙人ですね。はい。というわけで、忍者につなげていきたいんですけども、このガム仙人のイメージっていうのが、やっぱり、まあ、皆さんもお分かりだと思いますけど、後の、地雷や豪傑物語がつながっていくのではないかと思われるわけですね。じゃあこのガマ仙人っていうのが、そういう庶民の、まあ、芸能文学に入ってくるっていうのが、結構江戸の最初の方にあるんです。あ、江戸の最初の方じゃないですね。すいません。で、18世紀の最初の方なので、江戸時代の文学なんかを見てると、その小説で妖術使いたちが活躍するのって、だいたい1800年から後なんですよね。まあそれは庶民の印刷文化が発達してっていうのもあるんですけど、そうなるとそれに先駆けて、100年くらい先駆けて、まあこういうものが作られると。まあちょっと、上演された記録しか残っていないので、画像がないんですが、ケーゼ島原カエル合戦という、近松門左衛門の浄瑠璃ですね。まあ、この中に先ほどいっぱい見てきたガマ仙人のイメージというのが入りきます。で、ちょっと見てみたいんですが、これ島原なんですね。有名な天草四郎時貞ですかね。まあ、キリシタン、が、まあ、反乱を起こしたっていう島原の乱ですけれども、まあ、この島原の乱を題材にして、七草四郎と名乗る人物が、ガマの妖術を使って、謀反を企むという、そういう浄瑠璃でございました。で、その中の、まあ、記録に残っている文言があるんですけども、ここで注目すべきことは、なんで天草四郎ですよね、モデル。七草四郎。なんでキリシタンの天草四郎が、ガマの妖術を使うんだっていうね。まあ、それはよくわからないんですが、上の方に書いてますね。カエルはすなわち、ガマ仙人が戦術。不思議、時代の危篤を表し、衆生を迷わす。道にもって道にあらず。寿にはこれらを異端と嫌い、物件には邪衆と思います。つまり何が言いたいかというと、ガマの戦術というのは、儒教にとっては異端であると。そして仏教にとっては邪衆であると。まあ、つまり、キリシタンっていう異教を、このガマの戦術が持っている異端とか邪衆っていうのと結びつけたわけですね。これを結びつけたのが、本当に近松か昭和から、
まあ、おそらくそうなんですけど、これ以外指摘がないので、そうなんですけど、まあ、天才だとですね、時間がつまその発想。で、そしてそのさらに注目すべきは、音に聞こえたり、コードに形を吹き出す、鉄回線。虹を愛せし、蝦蟇千人の子を伝えて、末の世に目を驚かすばかりない。つまり、今私たちが見てきた、蝦蟇千人と、鉄拐仙人のセットは、ここに、ちゃんと採用されているんです。なので、やっぱりこのガマと鉄拐っていう組み合わせを、近松門左衛門の場合、身近に見てて、まあ世の中の人はその組み合わせ、もちろん知ってたんですね。で、鉄拐仙人は、形を吹き出している。まあ、人文の分身を吹き出している。で、カエルは、なんか吹き出してるんですが、まあ、これは伝承があって、まあ虹を、出すという伝承があるそうです。まあ、それがここにちゃんと入り込んでいるわけですね。で、さらに、まあ、これ、最後、七草四郎は、やられてしまうんですが、謀反の企みに失敗ってなるんですけど、何にやられるかというと、蛇にやられるんです。で、蛇というのは、蛇は蛾の御霊、四郎が、じゃ蛇行はカエルの術。うぬかんでありまして、まあ、その、なんでカエルが蛇に負けるのかというと、蛇はちゃんと仏教にサポートされているから。蛇は正しい仏教で、カエルは邪悪な邪法だから。だから負ける。だからそういう論理が、ね、事細かに説明されているんですが、まあ、このね、ガマ鉄拐の組み合わせが、この島原カエル合戦の場に入っていると。で、この点について、読本の研究者の方が指摘してるんですけど、まあ、さっきのポイントですね。蛇イコール性、カエルイコール蛇という対立項が設定されている。で、それは何でかっていうと、まあ、蛇が弁財天、なり、まあ、仏教と直接結びつくから、いうことが説明されている。いずれにしても中国の蝦蟇仙人は日本で文系化された途端に、得体の知れない妖術使いの謀反人として継承化されてしまったのです。まあ、なので、この赤木説を採用すると、近松が突然蝦蟇仙人と妖術使いを、天草四郎を介して繋ぎ合わせたということになります。で、さらに、この、作品は非常に重要な意味を持っていて、この作品が上演されて以降ですね、幕末に至るまで、まあ、こんなことを指摘されている方がいます。15世紀の西国大名、16世紀後半から17世紀以降のキリシタン大名や天草四郎を主人公として、邪宗を信仰し、妖術を用いる朝鮮、中国、琉球など異国に縁ある人物が謀反を企てるという物語がたびたび上演され、謀反人キリシタンのイメージを生成再生強化した。なので、皆さんご存知かもしれませんけれども、天竺徳兵衛ですね。まあ、インドに渡った徳兵衛が謀反を企てる。そしてカエルの妖術を使うっていうのは、まあ、さっきの近松の作品でもうすでに登場していたことを、まあ、これ以降どんどん繰り返されていくと。まあ、ここの指摘で面白いのは、まあ、蛇が精で、カエルガチャっていうのが設定された。さらに、なんでじゃあキリシタンは悪者なんだっていうことですが、まあ、外国に接触したら反逆者になってしまうっていうのは、まあ、そういう設定もなされる場合ですね。異文化に触れた超能力者というのが反逆者となって文学の世界で活躍するという、まあ、そういう構造が作られて、継承されて、肥大化していくというのが、まあ、江戸の後半の文学の世界、妖術使いたちの活躍する世界ということになっていきます。ここ天竺徳兵衛。これもリストにありますけども、1757年以降ですね、たびたびこの天竺徳兵衛もの、徳兵衛ものっていうかね、っていうのが上演する。まあ、ちょっと細かい設定が違うんですが、まあ大体は同じ。で、一番集大成と言われているのが、天竺徳兵衛。
異国話ですね。で、これがそのさっきの天草四郎の物語から付け加えられている設定がありまして、徳兵衛は異国の血を引き、そして足利家に滅ぼされた父から妖術を伝授され、謀反の志を継ぐと、いうことで、ここのポイントはですね、謀反を企むっていうことの理由が作られるんですね。だからどっちかっていうと、こう、悪者にちょっと寄った設定ということになります。つまり、父が無念のまま敗れてしまったので、それを、まあ、お家を再興するとか、謀反の大義が作られたっていうのが、この天竺徳兵衛ということになります。なので、まあ、これ以降ですね、まあ、いろんなバージョンで似たような話が作られるわけです。こちらにいるのは、平将門の維持という設定の平将門さんですね。まあ、将門亡き後ですね。これは、藤原の住友の元配下たちを集めて、みんなで謀反を起こすということで気合を入れている場面です。これちょっと見えづらいんですが、ちょっと面白いことをしてまして、まあ、これ亡き父の道具を持ってですね、吉門さんの後ろに、ちょっと、見えますかね？影がいっぱいあるんですよ。まあ、これだから、幻術を見せているわけですね。なので、これから、お前ら、俺が、引き連れてやっていくぞっていう場面で、自分の、妖術見せて引きつけているという、そういう場面であります。まあこれだからこういうシーンが出版されるっていうのは、まあ印刷技術の発達っていうのも一つの理由になっているわけですね。つまり、灰色が印刷できるという。まあ非常に素朴なことなんですが、この中間の、薄墨色っていうのを印刷することができるようになったことによって、この幻影とか、隠れ蓑の術とか、これで表現されていることが、しばしばございます。そしてですね、なぜかこの平将門の子供も、我慢の妖術、習うんですね。やっぱり我慢。やっぱりそれが、邪習っていうのと結びつけられたっていうのがずっと尾を引いているのでしょう。謀反を起こすものが、カエルの術を使うということですね。まあ、これも似たような話がもういっぱいあるのですが、まあ、これ代表的なものですね。あ、タイトルは、宇土安方忠義伝。これね、面白いんですが。で、ポイントはですね、一つちょっと、ただ重要な発展がありまして、さっき私たちは、ガマの妖術、を使うっていう設定を近松が考えたときに、まあその前提には、ガマと鉄拐っていう有名な二人の仙人の設定があったと。なんですけども、右側は鬼が息を吹き出して、なんか人物、人型を吹き出してます。鬼です。まあこれはいいんです。これ鉄拐見立てなんだなと思うから。疑問なのは左側ですね。カエルが息を吹き出して、出てきてるのが吉門が出てきてると。つまり、これ完全にガマ仙人と鉄拐仙人の能力が 融合されてるんです。もう、あえてかわかりませんが、このあたりでもうごちゃ混ぜになってるんですね。ガマは虹を吹き出してたんです。人を吹き出してたのは鉄拐です。音がぐしゃってなったっていうのが、まあ、このあたりですね。まあ、1800年以降ですね、江戸の人たちの想像力っていうか、ごちゃ混ぜ力というか、どんどん肥大化していきます。まあ、それぞれの特徴だったのに、二人を合体させたようなものが登場してきてしまうということですね。で、これが、カエルの妖術を使う、物語を見てきたんですが、まあ、皆さんご存知のようにその集大成となるのが、地雷や凍結物語ですね。
まあ、これについては解説をね、している方がたくさんいると思いますので、ちょっと詳しくは述べませんけれども、まあ、今までと似たようにですね、ガマの術を伝授されたジライアが、まあ、滅亡した一族の再興を図るという物語です。妖術で出現させた巨大なガマが屋根を崩したり。まあ、なので、この辺で舞台、出版物っていうのが混ざり合っているということになります。その舞台の演出なんですね。地雷やカエルの屋根落としというのが。で、舞台上の巨大な屋根がバーって落ちるので、もう観客はもうバーって盛り上がって。今でもね、歌舞伎ではその再現されているかと思います。まあ、なので、こういうシーンですね。あ、屋根に巨大な カエルが乗る。やっぱりちょっとね、想像力がどんどん肥大化していって、カエルも巨大化していって、もうほぼなんかゴジラ状態。あとはですね、まあ出版のいろいろな工夫。さっき薄墨の話しましたけど、これはこれは私の本のスクショですけども、本なので、見開きって最大2枚なんですが、もうその続けてですね、長いパノラマの絵を、1、2、3、4、5、6、6ページ連続で、組み合わせたらこういう絵になりますよ、っていう風に書いちゃうんですね。なので、こう、実際に本を見てるときはこういう風にはできないんですが、デザイナーの方にお願いして、接続してもらいました。こう巨大なカエルが登場するというシーンですとか、ジラヤのライブですね。オロチマル。オロチマルもこう、ページをね、またがって、もう過剰に描かれるというものが登場いたします。まあ、有名な三すくみですね。ジラヤの妻となる、綱手は、ナメクジの妖術を使って、ナメクジとガマとヘビで睨み合うっていう、まあ、おなじみの三すくみというのが発明されたと。ということで、まあ、これが、だから物語を非常に展開させる、ワクワクさせるということがよく指摘されるんです。はい。というわけで、まあ、ガマの妖術だけでも、ものすごいイメージが肥大化していくというのが分かったかと思うんですが、まあ、ちょっと似たようにですね、ちょっと、ぜひ見ていただきたい、その想像力のほとばしりをちょっとご覧いただきたいなと思います。このジライア・ゴーケシタンの後にですね、まあ似たような趣向で知らない物語が出ますけど、今度は主人公が女性になって、蜘蛛の妖術を使うと。まあガマの妖術がね、あれだけいろいろあるわけですが、まあその流行から派生して、いろんなパターンの妖術使いっていうのが活躍するようになります。で、こちらの人様が、蜘蛛の糸をバッてあって、まあ、これもさっきと同じで、6ページ続き見開くということになっております。まあ、この時代になると、顕微鏡で虫を観察したりとかもすでにしてますので、まあ、別の本だと、もう顕微鏡で見た、なんか、シラミとか、蚊とかが、妖怪になって迫ってくるっていう、恐ろしいものもありますが、まあ、この蜘蛛もですね、なんか細かい、こう、なんていうんですか、こう、繊毛ですか、体毛のようなものを細かく描いていたり、まあ、その、実在する蜘蛛の様子をちょっと混ぜてる感じがいたしますね。それからですね、まあ、この、これはですね、ちょっとこのお配りしたもので、四天王消灯遺録っていうのが1805年、徳亭馬琴の、読み本であるんですけど、これですね。まあ、これの一シーンでございます。この袴だれの安助っていう人、この右で印を握っている人。この人の絵、すっごくたくさん出てきます。おそらく当時人気があった妖術使いでしょう。この人は実在したとされる平安時代の盗賊をモデルにして作られた人で、これ何してるんだろうって。私最初見たとき、意味不明だったんですけども、物語読んでいくとどういうシーンかわかるんですね。まあ、これはどういう物語かって言いますと、まあ、四天王消灯遺録っていうその、
ている物語は、四天王、つまり、頼光四天王ですね。四天王退治で有名な、源頼光と、まあ、金太郎以下、四人の四天王を連れて、鬼退治に行くというのが、平安時代以来で、まあ、昨日なんかでずっと書かれる話で、頼光と四天王は左の人です。で、この話は、この頼光と四天王を、この袴だれの安助が、妖術によって翻弄するっていう、そういう物語です。で、もう、ひたすら翻弄されるっていうね、話なんですが、まあ、これ、絶賛翻弄されてるし、何をしているかというと、袴だれの安助は、今、皆さんに、幻術を見せています。巨大な上髪、熊と戦う、そして熊を飲み込もうとするというね、だから真ん中の、奥の方で、蛇が口を開けて食べようとしているのは、犬じゃなくて熊なんですって、何それって感じですが、まあ、すごく、わけのわからない設定で、でも、まあ、驚しい、その小説の場面が、こうやって3枚続きの巨大なカラーの錦絵になるわけです。まあ、疑い、義経という国は、弟子に当たる人ですね。まあ、四天王表頭遺録の一番の見どころは、この、妖術対決っていうのが出てくるんですよ。やっぱちょっと漫画っぽいですよね、今日も。いや、漫画が読み本っぽいって言うべきなんでしょうけども、私がやっぱ普段ね、幼い頃から読んできた漫画がすごく感じられるわけです。ここは、袴だれの安助対、鬼と書いて、木戸丸。が、お互いの妖術をぶつけ合っているという、そういうシーンでございます。木戸丸が、ぶわっと、どうしたね、炎を起こすと、袴だれの安助が、大波を起こして、その火を消すというね。そしたら今度はどっちかが巨大な蛇を出して、そしたら今度はどっちかがわしを出してっていう感じで、まあ、どんどんいろんな術を繰り出して対決していくんです。というわけで、この二人の対決を描いた絵っていうのが、こう、いっぱいあるわけですね。これは左側が木戸丸で、右側が袴だれの安助。まあ、それぞれこれは一枚ものの漫画ですが、さっき私が言ったシーンを三枚続きで、カラーで、出すとこうなります。ですね、どっちがどっちに攻撃してるかすごいわかりづらいんですが、どっちだっけ？まあ、どっちかが炎を出して燃やそうとすると、どっちかが水を出してそれを消そうとする。どっちかが蛇を出して攻撃しようとすると、わしのくちばしが、蛇とわしが向かい合ってるんですが、だから、炎はこう言って、水はこう言って、蛇はこう言って、わしはこう言ってってですね、画面をこう、全部のベクトルを使って、こう、四方から全部集中するっていう、もう大変わけのわからない作品が生まれている。なので、これは、まあ、錦絵ですけども、まあ、元のベースになっているのはさっきの読み小説ということになります。だから江戸時代のこの小説と絵画、錦絵と、あと歌舞伎とか、浄瑠璃とかっていうのは、やっぱ同じ題材を扱ってお互いにこう刺激し合いながら、まあ、どんどん発展していって、まあ、果てはこんな破天荒なになるっていう、そんな感じです。まあ、この辺のどんどん盛り上がっていく感じが、まあ、面白いとはあります。まあ、そして、まあ、集大成としてですね、やっぱ出揃ったところで、こう、オールスター写真みたいな作品も、できます。これは、歌川国吉の弟子の月岡義俊ですね、幕末から明治に活躍した、国吉ですけれども、まあ、豪傑奇術比べということで、こちら、三重県、忍者センターのウェブサイトに紹介されているものですけども、まあ、この様々な物語で登場した妖術使いたちが、大衆をしている、オロチマルに、いますし、キリシタン妖術師もいますね。森総理君という。まあ、いろんな物語の人たちが勢ぞろい。まあ、ごちゃごちゃによくわからないんですが、一人一人見るとみんなすごいことをやっています。右上の人は巨大な鳥に乗っています。で、巨大な、まあ、ありじゃ、オロチがいますし、巨大な猫がいますし、なんかネズミがいますし、鳥に乗ってる人もいますね、左上でね。といった感じですね。なんかいろんなことが起こっています。
中でもですね、やっぱ忍者を考える上で最後、注目したいのが、ネズミの妖術。ちょっとこれに注目して、まあ、妖術使いと忍者の関係っていうのをちょっと考えたいと思います。まあ、この人、名前が、札がありまして、書いてるんですが、まあ、木曽義仲の遺人という設定の、まあ、大体ね、誰かの遺人、誰かの子孫、あの、角木正成の子孫とかっています。大体、こう、無念で亡くなった、英雄の子供と子孫。だから、まあ、無本物の子供とかがいます。まあ、木曽義仲という設定で、まあ、彼は、ネズミの術を使うということなんですね。で、まあ、これはその、佐藤由紀子さん、ご著書の妖術使いの物語にありますけれども、解説が。ネズミの術というのは、忍びの術と言われていたということなんです。どういうことでしょう。まあ、ちょっとこのネズミの術を扱った作品をちょっと見ていきたいと思います。まあ、これは、だから、巨像の忍者が作られる、その初期のものとして紹介されるものですけれども、新歌唱記というものですね。で、伊原西鶴という、まあ、関西、文学者が、書いたものです。まあ、これ差し絵ですけれども、忍びのものを、ある、武家で雇ったと。で、その忍びもの者10人に、その、家の奥のものを取りに行けと命令したと。で、その命令したところ、どうやら、ネズミが、ネズミが10匹かわかんないですが、まだネズミがどうやら入ってきて、っていうようなそんな話なんですね。で、結局その、雇ったんだけども、その、家老がですね、殿様に、やはり、ああいう者たちを雇っているのは、ちょっと見栄えが良くないです。逮捕しましょうって言って、やめされちゃうっていう、なんかそういう、面白話として言ってるのか、ちょっとわからないんですが、そういう物語です。で、その忍びの者たちの姿に、注目したいんですが、どういう状況？どういう状況？これ、あれですかね。ミノタウロスじゃなくて、なんか、こういうのいますよ。西洋のやつ。まあ、これはネズミですね。ネズミに変身してた忍びの者たちの術が溶けて半分に家に戻っているところだそうです。わからないですね。この説明がないとね。で、このネズミに化ける。というのが、この忍びの者たちの術ということで、まあすでにこの時にはそういう前提があったようです。なぜなんでしょうね。まあなぜかというと、まあこれ吉丸先生がご指摘されてますけども、江戸時代の忍術の物語っていうのは大体忍術を使って、まあ、忍び込んで何かを奪ってくるっていうのが、忍術の物語では同じ。つまり、忍び込んで物を奪うという、その忍びの者たちの特徴というのが、ネズミ、害獣であるネズミと結びつけられたのではない。まあ、それ佐藤由紀子さんがちょっとちょろっと書かれたことですが、まあちょっとね、根拠となる文献はまだないので、と考えたいんですが、まあでもやっぱ、こそこそ、入って奪っていくというちょっと何か後ろめたいイメージをネズミの術というものに付与している感じはしますよね。で、さらにこの忍びの者たちを雇った家老は、まあこの忍びの者たちは武士の衝動に外れているから、うちでは雇えませんというね、かわいそうな忍びの話です。合ってますか？間違ってませんか？すいません。忍者には皆さんの詳しいと思います。間違ったら言ってください。そして、ネズミの妖術使いということで、まあ、この、いくつもの作品に登場するのが、この、雷公という人です。まあ、この人、太平記にも
登場するんですけども、まあ、恩城氏、三井寺の絵僧で、まあ、非常にこう、山田先生のお詳しいでしょうが、まあ、祈祷が、その、まあ、すごい効くと、認められて、白川天皇に、大変買われたんですが、まあ、天皇の勧めで、恩賞に恩城寺開断本流を、皇后が延暦し、まあ、三井寺、恩城寺と延暦寺ってのは、なんかずっと喧嘩してるんですよね。延暦寺の強い反対に相かなわず、来号は寺にこもり、恨みのために断食してはる。で、その太平記には、この来号が、怨霊と化すことが書かれているんですが、来号が亡霊、たちまちに鉄の牙、石の実なる、8万4千ネズミとなりて、比叡山に登り、仏像、教官を紙破けるっていうね、ものすごい恐ろしい復讐を太平記の中で知っている人です。8万4千のネズミが来たら、それだけで怖いわけですが、鉄の牙、石の実と、めちゃめちゃ強そうです。ということで、この来号の怨霊を何かモデルにした、人っていうのが出てくるんですね。恐ろしい妖術使いということで、やはりネズミを使って攻撃してきます。これの右ページでは、この、まあ、一家の、滅亡を狙ってるんですが、来号は。若君がですね、毎日毎日ネズミに髪の毛とか皮膚とかをちぎられて、どんどん弱っていくというね、もう恐ろしい人です。まあ、ネズミが、まあ私たちがよく見かけるような大きさで、ちょろちょろちょろって書かれている、ようなものですね。で、まあさっきでも、その、妖術師、妖術界オールスターの中に登場した、吉隆はじゃあなんでネズミの術を使うんだというと、まあ、この来号にネズミの妖術を習うという、そういう物語がございます。まあ、それはこれを返しで、あの真ん中にいるのが吉高で、同じようにネズミを出す術を発揮しております。まあ、無本人同士で、無本人、怨霊、まあ、この世に無念を抱きながら死んで怨霊とかした来号と、まあ、この世に無念を抱いた父、抱いて亡くなった父の、意志を継いで本人となったこの吉高っていうのが、まあ、接続されて、共にこのネズミの術を使うっていう話になっています。そして、まあ、ネズミといえば、このね、二木丹上という人。この人が、こうやってね、印を結んで、なんか巨大なネズミが戻っているっていう、まあ、こういう錦絵いっぱいありますが、まあ、これは、伊達騒動を題材にした歌舞伎やその物語小説に登場する、まあ、その悪人が二木丹上という人です。まあ、二木丹上は一家の乗っ取りを図るという、まあ、とっても大悪人という感じで、造形化される人です。で、まあ、この人が登場する、物語いくつかあるんですけれども、この二木丹上が使う妖術が、なぜネズミの術なのかっていうところですね。で、これらの物語では、二木丹上は、まず、妖術使いを仲間にするんですね。ネズミの妖術を使う奴らを仲間にして、攻撃させる。ネズミの妖術で攻撃させて、さらにはその妖術使いを殺して、自分が、妖術の秘術の巻物を奪って、で、自分がネズミの術を使えるようになって、まあそういう物語が定番になっています。ですので、ここでもまた、巻物を奪うっていうところが最初に見た、武士の衝動に外れる忍びのものと、まあ、結びついているのかなと思います。なので、この二木丹上が使っているネズミの術っていうのは、前提になっているのは、忍びの者、武士の衝動を外れた人たちが使う、まあちょっと古俗な術であると。同時に、雷鳳という恐ろしい、そしてめちゃくちゃ強い、妖術使いの技であるという、まあその二つのネズミの術のイメージっていうのが合わさって、
まあ、この人が使うってことになっているのではないかなと思います。はい。ということでですね、まあ、このように、妖術使い、まあ、ちょっと忍術とも接しながら、見てまいりました。このように、江戸時代には、大変こう、豊穣な想像力の世界が広がっていたということをご理解いただけたかと思います。まあ、ところが、明治になると、そういうね、やっぱり、怪しげなものは捨て去られて、忍者イメージっていうのはこういう、もう少し現実的なものに、まあ、修練していくわけですが、まあこれは、まあどういった事態なのかなということで、昨日山田隆二先生とご飯食べながら思いついたことなんですけど、まあお話ししてお手にいただくこともあるんですけども、まあ、もともとやはり江戸の想像力というのバックに今見てきたように、怨霊ですとか、怪、そして謀反の志。まあ、謀反の志っていうのも、単にそいつがめっちゃ反逆的な精神を持っているわけではなくて、無念のまま死んでいった父親なり先祖の思いを継ぐっていうですね。やはりその、この世に未練を残してしまった、無念の者たちの意志を継いでいるという、まあ、怨霊っていうのはそういう要素があるわけですね。そういう、その、慰めのような意味が、やっぱりあったんだと思います。それが近世の芸能や文学を裏から支えていたと、いうふうに、まあ、想像しています。しかし、まあ、そういうものが、明治、近代になると、リアリティを喪失してしまう。まあそれがやっぱ近代化なわけですけども、ところがですね、近年になって、まあ最初に申し上げたように、まあ怪異や怨霊を扱う漫画やアニメなどのサブカルチャーで人気を得ているということで、まあ忍者を育んだ江戸の想像力に思いを馳せる、まあ今日のようなイベントは、まあ今こそそのブームに乗っていく時なのではないでしょうかということで、ぜひ私の本を書いていただけると思います。はい、宣伝で締めております。どうもご清聴いただきありがとうございました。皆さんこんにちは、椎名吉平です。私のふるさと三重県伊賀市は大阪と名古屋の中間にある自然豊かな城下町です。世界に通用する日本のクールコンテンツ忍者の聖地伊賀ですね。はい、他にも全国に誇る特産品がいっぱいあります。皆さん魅力あふれる伊賀市にぜひお越しください。